ハロー YouTube! えーと、ワークマン男子として、えー、ね、あの、ワークマンのね、あの、パンツ、えー、買ってきましたということでね、ファームテックということで、防御機能付きでございますね。はい、ここに書いてるのがですね、まあ、ストレッチがありますよ、日に強いですよ、UV カットしますよ、えー、伸びますよ、みたいなね、膝も強化されてますよ、みたいなね。えー、それでポケットが、ね、ここ、ここ、ここ。 ここ、前面に6個ついてまして、普通にここにね、ボタン付きでございます。ボタン付き。ボタン付きが1箇所、2箇所ね。はい。2箇所ね。そして、この下、膝の下もね、ボタン付き、4… 腰の下ね、4つ目。そして、こちらがね、あの、チャック付きでございますね。で、後ろの方もね、こちらの方ね、ポケットが2つついております。はい、ね、こっちが。 ポケットをカバーのボタンとこういうと。でですね、ここ、ちゃんとカラビナがつくね、このフック見えにくいかもしれませんけど、ここにね、えっ、ー、と、カラビナがつくね、やつがありますね、ということでございますね。えー、そしてですね、えー、え、なんとですね、あの、デニムクライミングパンツということで、伸びちびにしますし、火のコにもつらい、キャンプには持ってこい。そしてですね、やはりね、 クライムパンツという子で、山の登りよりアウトドアにとても素晴らしいかなと思います。私 3L ね、デブなんで買ってきたんですけど、ここのゴムの、ゴ,ゴムってこのベル、ここのゴムってうこういうベルトへね、こう、こう、こ,こう、こう、ウエストを絞ることができるんですよね。だから、あの、ズボンがずれにくい。普通のベルトだけだとやっぱりずれてしまうんですけど、ここで一旦中で締めることによってずれにくいっていうのがありますね。はい。ね。<laughs> フレームテック <laughs> フレ、フレームテックパンツね。はい。でございますね。こっちらの方はね、3L でございましてですね。なんとね、税込み2900円でございます。私ね、鬼のパンツ買いに行ったんですけど、なくてですね、これになりました。でもこれ、キャンプにね、持ってこいみたいな感じでね、あの、1900円ぐらいのズボ、パンツと2900円のちょっと比べたんですけど、やっぱりね、1000円違うと大っきいね。全然違います。機能はね。えー、ということでしかもね、 あの、私デブなんで気にしてます。なんと、細身シルエット。これいいですよね。デブなのに細身に見えるということでね。そして、見てください。足がね、結構ね、あの、3L になるとですね、なんと。3L と、ウエストが9 0して股下が79なんですよ私ね、また下実は67なんですよ。つまり、10年12センチ長いんですけども、ここ見てください。ここはでもね、折り込みます。12センチ分、くる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 折り込んで、履きます。 こんな風にね。もう、チビでデブだから仕方がない。ね。え、こういう感じですね。はい。ということでございます。え <laughs>、結構ね、こう、ストレッチが効くんで、ね、こう、デブには持ってこいですね。もう、パンパンになるでしょ、パツパツに。ね、細身に、細身に見えても、ストレッチすることによって、ね、非常にこう、履きやすい。ね、圧迫感がない。そしてですね、ここの膝の部分ね、 こうやってね、えー、強くなってますね。はい。そんな感じでね、おしゃれになってます。はい。こんな感じで、こうね、ほら。 クレイジーカーキっていうやつですね。えこういういろんなね、色合い。ちょっとね、いろんないろいろ継ぎはぎがあってですね。ちょっと私の継ぎはぎの人生みたいな感じで、とてもいいんじゃないかと思ってます。ということでね。えフレームテック防油機能ということで、火花にも強い。ね、私あの、キャンプで焚き火とかするんですけども、やはりこれはね、必要ですね。結構こうえ、最近こう流行ってますよね。はい、ということで、焚き火もできるね、キャンプね。やはりですね、ポリエステルだけだとやっぱりね、溶けちゃう。穴が開いちゃう。え、よくある。 んですけども実際ですね、この比率はですね、麺が70%、ポリエステルが25%、ポリウレタンが5%ということでございますね。発水機能はあるのかないのか、あるのかないのか、うーん、どうなんだ、ちょっとわからない、発水機能はないのかなうーん、わかりません。<laughs> まあ、なんて言ったって、なんて言ったってもね。 色が可愛いじゃん、次はぎね。私の人生みたいでね。ということでね、3L ね、えー、お近くのワークマンに行ったら、ぜひとも、 お買い求めくださいということで、決して私はね、ワークマンの回し物でも何でもないですけどもね、ワークマンプラスっていうのがこの街にできて大変嬉しく思っております。実はね、あの、隣の綾部市っていうところに、わざわざいちいち行ってたんですよ。10キロ離れてます。でも、ここならすぐそこ、ね、9号線のすぐそこにあるというね、ことでございましてですね。まあ、これからもね、どしどしね、ワークマンの商品ね、買ったら紹介していきたいと思うんでね、えー、これからもね、チャンネル登録、そしてですね、いいねの方よろしくお願いします。 でここで締めると思ったでしょうもう閉めないの、なんでって8分間しゃべり続けるって決めてるから、今日は <laughs> あー。で、ちょっとね、一言言っていいかな。あの、ちょっと実はね、私、こ,こ、ここのボタンはいらない派。ここのボタンはいらない派ね。で、後ろに、 ャックが欲しいは <laughs> うーんまあでもね、まあ、こことこにあるしね、まあいいかな、ここにもまい。とにかくポケットがいっぱいあるっていうのはね、やっぱりいいと思いますね、はいそんな感じでございます、えそしてですねこれがね、こうやって外れるわけですよ、例えばね、デブなんで、やっぱり、ね、たくさん食べるじゃないですか。 ね、ここで、ね、結構ね、ウエストに合わせてこう、かっちゃんと締めててもですよ、苦しくなった時に、一瞬で、パッと解放できる。うー。これ食べてる時イうー。 これができるこれがやっぱりね、このね、絞れるね、え、パンツのいいとこでございますね。はい、この絞れる機能ね、私大好きで。この手の、この手のズボンはずれません。ただ、今入ってるズボンはね、普通の G パンなんで、歩いてると、だん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 ずれていくわけですよ。どん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 しょっちゅうこうやって、こうやって、こうやって、あの、引っ張らなきゃいけないんですよ。このね、あの、中っ側にあるこのね、これがあるやつはね、ずれない。うん。全くね、ずれてこない。つまり、 お尻や股間が、股間やパンツを見せることはないということでございましてね。これとってもね、えー、ね、あの、いい、いい感じのものでございますね。はい、ということで、タグはこちらバーコードはこちらぜひともねえ、皆さんね、お近くのワークマンがあればですね、ぜひともね、ご購入していただいたらいいかなと思います。これ私ね、毎年毎年ね、いぶき山に登ってますけどね、これ絶対ね、 これはもうクライングパンツとして活躍していくんじゃないかと思います。この、今後のね、あの、私の山登り、アウトドア、そしてですね、あの、旅、そしてキャンプ、焚き火のシーンで、このズボン、履いてたら、あ、あと時、ま上ちゃんが紹介した、ワークマンの、フレームテック、デブニクライングパンツだと思ってください。<laughs> アウトドアワーク、ね。 アウトドアとね、仕事に使えますというねえ、すごいね、おしゃれなですね。しかも機能抜群。そしてポケットが何個、6個も付いてるというね、素晴らしいね、えズボンでございます。私はデブなんで、何度も言うように 3L 履いておりますということでございますね。税込み2900円はお買い得間違いないということでね、ぜひともね、小デブな人、私と同じようにこういうの履いてね、えウキウキランラン仕事なりえ、アウトドアなり楽しみませんかということで、焚き火にも強い、そういう素材 なっておりますここ見てくださいねほら 防某有試験クリア350度接触時間5秒で穴が開かない特殊機能になっております。ということで、ね、はい。またね、来、来月もまたね、ワークマンのアイテム。お金がないんで1個ずつくしてるんですが、最近買えないですけどもね、えー、パンツか、えー、シャツか何かを買っていきたいと思うんで、えー、よろしければチャンネル登録、そしていいねボタン、よろしくお願いします。それではごきげんよう。まさがみゆほのワークマンの商品の紹介でした。